恥の多い人生を送ってまいりました。ね。<laughs> ね<え>。あのー、まあ、数々のね、思い出すだに、うん、穴があったら入りたい、まあ、マナー違反。まあ、マナー違反というか、マナー違反を指摘されるっていうことですよね。<ー>うん、指摘されたり、まあ、はっと気づいたりとかっていうことで、うん、もう、はーっていうことはもう山を、てかもうそれで成立してるような人生なんでね。どの話がいいかなっていうね。あのー、えー、もうすでにした話も多いと思うんですけどね。うん、まあ、何個か過剰書きにしてきましたけど、まあ、犯人はお前だ、事件。 嘘、うんえー、関西弁事件。<laughs> お一人様一個事件。これ最近起こった事件ですね。<laughs> えー、そしてやっぱり僕の最も有名な話。香電返して事件。これね。<laughs> え、ございます。まあお一人様一個事件。これ最近起こった事件なんですけど、はい、これはね、うん、マナー違反っていうよりは、これ俺、 俺悪いのかなやっぱなみたいな話なんですけど。うん、えっと、まあ、とあるカレー屋さんに行ったわけですよ。うん、結構美味しいカレー屋さんね。うん、ちょっとあの場所が離れてるんで、僕としては、うん、あ、時間がちょっと空いたから、足を伸ばしていく感じ。うん、わざわざ行った感じね。うん、えー、そんぐらいこうテンションが上がっていった店なんですけど、うん、まあただちょっと前の、ある一回あってですね、こう、うん、あの閉店間際に着いたのに、 あの、なんか入れてもらえなかったっていうのがあって、それでちょっとポイントが下がってたんですけど、今回のでちょっとね、あの、決定的になりかけたというね、ある事件がありまして、あの、要はさ、付け合わせあるじゃないですか、こうなんかこう、乗せるもの、薬味的なもの。チャツのはい。で、こう、チャツネみたいなのってあるじゃないですか、こうさ、えでこう、味噌みたいなね。味噌ってか、そうそう、みんみそたいななんかそういうのをこう、ま、乗せたりするんですけど、俺すごいそういうのいっぱい入れるのが好きなのね。で、あればガバちょっと入れるわけですよ。で、まあ、 今回もガバちょっと入れたくて、こうやってその瓶目の前に瓶が置いてあって、うん、こうポチョンってこう入れたんですけど、うん、あんまりもともと入ってなかったのね。うん、で、こう、ただまあ普通の人よりはやっぱ盛るから、うん、こうやって持ってるうち今なくなっちゃったんですよ。うん、で、あの、ここに置いてあるものだからさ、要はいわゆる不審付けとかと同じで、うん、あの、じゃあ隣の席のね、全然席空いてたんで、うん、隣の席のこれ取って入れ,入れようかなと思ったんですよ。うん、ただ、うん、まあ、 一応、お店の人に断ろうかなと思って、うん、すいません、あの、これちょっとなくなっちゃったんで、こっちの、あの、入れていいですかって言ったら、うん、結構思いもよらぬ反応で、いや、お人様一本となってますんで、<laughs> みたいな。完全確保苦笑。食べ放題じゃない、食べ放題じゃないんでうち。みたいな。結構、土器を含んだ苦笑みたいなのが返ってきて、なんか、ね。で、あ、そうすか、ごめんなさい、なんか、ステップ的に知らなかった、すいません、っていう感じで、<ー>で、 もう、でも、ちょっと釈然としない。そんなさ、だって、婦人付けみたいな置き方してるから。確か私はいっぱいだったのを空にしちゃったわけじゃないもんね。元からかか、ね、いや、でも、そのお一人様、目の前にあるやつを使うって、うん、じゃあルールなったら、まあ、しょうがねえかなと思って。うん ああ、すいません。がっついてすいません。みたいな感じでこう食べて。で、もうね、ちょっとしばらくもう、あそこなんかちょっと、俺が悪いのかどうかわかんないけど、まあ、ちょっとしばらく行くの嫌だなぐらい思ってたんですけど。ね、言い方もえな感じね。カレーの誘惑に負けまして、また行っちゃったんですね。美味しいんだ。美味しいのね。で、数日後また行っちゃって、したらね、やっぱ目の前にあるじゃないですか。うん、で、おひとるび様一本、今日は足りるかなと思って、パカッて開けたら、もっこり入ってるわけ。うん。 やっぱこないだの少なかったんじゃねえかと思って。<ー>なんだよお一人様一本ってそれはなんか俺がマナー違反みたいな空気にしやがって。 もうい,いかねえと思いました。<laughs> これはまあちょっとあんま関係なかったね。はい。えー、っと、嘘関西弁事件。これはまああの山手線の中で僕がっ、ねえー、酔っ払って、えっと、いい加減な関西弁で友達と話していたら隣のおじさんに怒られたというね、えー、事件でございます。<laughs> そんなのは関西弁じゃない、はい。はい。これはでもあのディテールを話していくとかなり怖かったんですけど、はい。えー、犯人をお前だ事件。これもちらっとこの番組で言ったかなあの、遠足でね、保育園の遠足で科学博物館、の国立科学博物館、うん その時に、ちょうど僕はその時あの、犯人はお前だなんかテレビで見たんでしょうね。犯人はお前だ大人に向かって言う。そうすると大人が、うん なんかこう、喜ぶわけですよ。うん、子供が、はいにゃお前だね、知ってる、ね。どこで聞いたのなんつとかさ、うん、なんか、わあなんつってやってくれるから、うん、大喜びで、調子乗るじゃないですか、子供。はいにゃお前だもう大人に会うために、はいにゃお前だやってたわけですよ。うん、で、こう入ってったら、国立博物館のあれ、今思えば当時の館長さんなんですよ。うん、あの、いろんなところに結構出てらっしゃる。すごい立派な方だったんですけど、うん、あのー、はい、いらっしゃいねって、こう、保育園児、こう入れるときに、俺が、その館長さんの方かって、はいにゃお前だってやった。うんうん、したら、 いいかい人のことを犯人だなんて言うもんじゃないよ。もう、地獄真っ当な正論。はいええ、で、子供ながらこう。犯人はお前だいいかいって言われた瞬間に、うん、だよな <laughs> だよな失礼だよなこれな完璧な正論だと思って。<laughs> そして俺、俺、その瞬間に俺、完全に調子に乗っていた。しょぼ もう一日シャバーンっ。賢い保育園児だね。くり、博物館大好きなのにシャバーンとしてたっていうね。<laughs> これやっぱ、一番初期のやっぱり、こう、マナー指摘による消防でしたね。これね。はい。<laughs> えー、で、まあ、公電会して事件ですよね。これも行ったことないですか、ね、公電会,会して事件て。知らない、会して事件。えっと、まあ、お葬式とかのその、風習に慣れてない年頃あるじゃないですか。10代、20代、頭ぐらいだとそんなにお葬式出る機会もなくて。うん、で、 結構初めてです。あの、身内だ、おじいさんが、僕のおじいさんが亡くなった以外で、うん、えっと、ほ、他の人の家族の、えっ、ー、と、葬式に出るの結構初めての状態ね。うんうん、えっと、友達のお父様が亡くなられて、うん、で、行くと。うん、で、もうとにかく、まあ、おおむねこういうことだろうってのは分かってるけど、まあ分かんない状態で、で、俺らの周りみんなよく分かんないぐらいの年頃なわけですよ。うん、で、こう言って、 で城に着いたんですねそのね最上にね、はい、そしたらその、まあ、夜だったんですよで、まあ、結構人がいっぱいいて「であどこに行けばいいんだろうねこれね」つって「あああそこじゃねつって、うん、何人か3人ぐらいいたのかな、うん、こうやって俺とでこうやって行って「であここだなここだなあそこだなおこでん出せばいいんだこうやっておこでん出して、うん、この旅は」つってで並んでお証拠ですよねお証拠もよくわかんないからこうやって前の人こうやって見ながら、うん、こうか。<laughs> 三、三回、こうやって、こうやって、こうか、こうか、みたいなこう見ながら、てるのって、こう並んで、やったわけですよ。うん、で、こう、もうすごい緊張してますからね、これね、こう並んで、あ、ちょ、俺の番だ、こう証拠をして、こう手合わせて、パッてこう、写真見たら、うん、友達のお父さんのお葬式に来たつもりだったんですけど、うん、なんか、お、おばあさんの写真かな、れこれな。なんか、おばあさんに見えんだけどな。<laughs> これ、おかしいなで、並んでいる、そのね、あの、この旅はって、横のね、あの、ご家族の方にお会いさするじゃないですか。いろんな、なんかこう、セーラー服で言ってたね、中学生の子とかこう、いるわけですよ。えー、まあ、ちゃんとしたご家庭に。なんか、見覚えのある人もいなければ、はあ、向こうも、え、なんでス,スキンヘッドの、まあ、当時はサングラスはね、当然そこ外してますけど、うん、なんでこんな若いチンピラがいるのみたいな感じで、<laughs> ちょっと、ものすごいと戸惑いながらこうやって。 こう、え、返してくる。で、俺ら一通りこうやってこうね、お食を置いて、まあ、釈然としないわ。で、こう、表出てから、もう、うん、も、ま、う、あ、こうだな。じゃない、お茶みたいなのがあるんだよね、これね。なんか、あの、用意しちゃったりするの。で、あの、案内してくれるわけです。こちらです。こちら2階上がって、あの、お寿司とかありますんで、上がりかけたとこで、なあ、写真さ、お、お父さんだよな、なんか、お、おばあさんじゃなかった写真、って。いや、そう、思った、お前も、ね、って。え ちょっと大丈夫かなつって、ちょっと、ちょ、ちょっとすいませんつって、この、本当にね、あの、靴脱いで登りかけてたんですよ、<ー>おつや。<laughs> で、ちょ、ちょっと確かめようかつって、表に行って、もう一回見たら、うん、そこって複数の斎場でやってて、同時進行してるとこで、要は、全然知らないおばあちゃんの、あのー、<式>あれに、ご葬式にお証拠して、で、ああ、 つって、あっちで反対側だよつって、アップねつって、俺たち全然関係ないとこ上がり込んで、寿司食ってビール飲むとこだった <laughs> あアップねつ <laughs> って、どうりであのざまだったかって、じゃあ、あ分わかった分かったかった。じゃあ、あの、正しいとこ分かったから、もうじゃああっち行こう。急いで行こう。つって,て、待て待て待て。あの、お香電渡しちゃったんだけど、つ <laughs> って、<laughs> これどうすりゃいいのつって、<laughs> しょうがないなっ、つって、その、受付してるとこ行って、あの、すいません、間違えちゃったんで、お <laughs>、お、お <laughs>、お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 、 っ,んだっていう, <laughs> ていう話。結構展開して事件。いますね。もう、まあ、一個一個、ま、非常に有名な事件、語らせていただきましたけど。これは厳しい。ま、これから先も色々ね、あるんでしょうね。あのー、ということで皆さんも、大人のマナーって、難しいね。<laughs> 大きい声を出せば閉まる気がするから閉めるよ。<laughs>